こんにちは、大輝です。今日はアンチの対処法について話したいと思います。まず、アンチって皆さんビーガンだったら絶対に出てくる問題だと思うんですけど、僕の動画もアンチの人がすごく増えてるんですね。ビーガンに関係ない動画もすごく低評価が多いっていう形になってるんですけど、その時の対処法について今日はお話したいと思います。まずアンチって皆さんよく見るのがネットとかで匿名で誹謗中傷をする人が多いんですけど、それに反する人が多いと思うんですね。例えば、まあ、植物にも命ありますっていう人にはビーガンの方が植物殺す数が少ないからそっちの方が良くないっていう返しとかすると思うんですけど、もう絶対に話聞かないので、そういう人たちは絶対に何かしら関係ないこと、まあ、例えば論文を出すとしますよね、僕が。でも絶対に論文関係なしに絶対に反撃してくるんで、それはもう意味がないこと。まあたまに響くことあるんですけど、やっぱりそういう人って稀で、そういう人を、まあ、コメント欄からめっちゃ探すじゃないですか。で、そういう人探して見つけたとしても、他のコメントであなたのメンタルがやられる可能性があるんですよ。だから、まずアンチっていうのは話を聞かない人で、ネットで誹謗中傷すること以外にすることがない人って思ってください。だから僕がするのは、まあ無視。まあ単純な質問ならいいんですよ。単純な質問。例えばその薬とかどうしてるんですか？まあそれ単純な質問じゃないですか。ただ悪口を言う人も、まあ、多いじゃないですか。そういう人たちって、ただただ人を攻撃してストレス解消したいっていう人なんで、まあ、ほっといた方がいいです。で、ほっといても別に負けっていうことじゃないですから。例えるなら、アンチの人はずっと吠えてる子犬と思ってください。ずっとワン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 吠えてる子犬。それに対して、まあ、吠え返すと相手ももっと吠えますよね。それは一番避けたい行為であって、じゃあ何するのって言ったら、相手が吠え疲れるまで無視する。それが一番いいと思います。その中でやっぱりヴィーガンが正しいっていうことを証明するにはどうしたらいいのっていうことあると思う。Have you ever tried learning a language? If so, are you confident enough to say you're fluent? If not, what's the cause that hindering you from becoming fluent in your target language? One thing that I can think of is self-discipline. Lack of self-discipline is very common among so many people. When it comes to learning a language for your hobby or your own, the motivation is not going to be as high as when someone teaches you and when someone gives you homework. So, one solution is to go to a language school. However, most of the language schools, they are very costly. Also, because of COVID-19, going to the language school can increase the chance of getting infected. So, I have a solution for you. Go to preply.com. Preply.com, you can choose from 20 plus languages, hourly fee ranging from as low as $3. You can look at the introduction videos for each tutor so that you have a more idea of who you're learning from. Also, there are reviews on each tutor that you can see along with the comments. Are you interested in learning language online with a cheap price? Well, I've included the link in the description below. Please know that this is an affiliate link. Clicking it, you won't get charged for anything. But if you purchase through that link, part of the commission goes to me. So using it is entirely optional. But if you use it, I'll be really appreciated. And it means a lot to me. So that was a promotion. んですけど、こうやってコンテンツを作っていくと必ず味方は現れるんですよ。最初僕は、まあ、ひろゆきさんの動画ですかを作った時に、もう圧倒的に低評価が多くて、まあ、誹謗中傷も多かったんですよ。まあそれでコメント消してるんですけど、今その時は本当に僕一人だけで戦ってるっていう感覚で、もう希望もなかったんですけど、最近そのレディットっていうサイトで僕の動画を紹介してもらって、そこにいるビーガンの人たちが僕を味方してくれたんですね。で、僕にもやっぱり、まあ、サポートしてくれる人もいるし、ランダムに誹謗中傷してくる人もいるなっていうことが僕の中でも腑に落ちて、とりあえずじゃあ声を上げてたら僕に賛同してくれる人が必ずいるんだっていうことに気づいたんですね。だから、もしあなたが今ビーガン、まあ、何でもいいですけど、何か社会問題を発信してるとしますよね。それ、コメントに全部コメント返さなくても大丈夫だと思います。僕は別にもうめんどくさいから返してないだけなんですね。まださすがにアンチの人の方が多いんで、まあアンチのコメントの方が目に入る回数が多いんですよ。だから見てないんですよ。
その代わり外部のソーシャルメディア SNS でこういう理由でこういうコメント見てないから返せてません、ごめんなさいっていうことを最初に断っておくんです。そうすることで相手もまあ理解してくれるし、別にコメントを全部返すっていう茨の道を進まなくても大丈夫だから、そういうことでもしビーガンのインフルエンサーになるのをちょっとためらってるのであれば全然気にしなくていいです。最初の方は、まあ、特に日本なんかビーガンということが浸透してないのでアンチの人増えやすいんですけど、別に全く気にする必要なくて、まあ、見なかったらいいんですよ。コメント欄はコメント欄見ずに動画だけ上げといたらいいんですよ。でコメント欄でコメント見て傷つく方がアンチの思い通りになってしまうので、まあ、相手の思うツボなんですよ。で言い返すのも思いツボなんですよ。最初の方は僕言い返してたんですけど、それも全然終わらないんですよね。その議論がどんだけ論文を突きつけても相手は絶対に黙らないんですよ。で相手はまあ別にビーガンのこと関係なしに自分が正しいって思いたいだけの人なんですよ。だからそういう人たち気にしなくてもいいと思います。まああなたの時間の方が絶対に大切だと思うんで、そういうアンチの人を見てるとやっぱりこの人たちそういうことに時間使ってていいんですかって思っちゃう時あるんですけど、だって時間って絶対戻らないんですよ。お金はまあ使っても戻りますけど、時間って絶対戻らないですから、そういう人たちってそういう貴重な時間をこういうことに使ってるから、そんなお遊びに付き合う必要はないと思います。だからコメントは返したい時返せばいいし、返したくなかったら返さなくていいんですよ。別にコメント欄をオフにしてもいいんですよ。もう正直それはあなたの YouTube ですから、あなたのコンテンツですから、まあ、インスタでも何でもいいんですけど、だからアンチは気にしないでください。必ずあなたをサポートしてくれる人がいます。あなたがビーガンなら私はあなたをサポートします。同じコンテンツクリエイターとしてあなたをサポートするんで、ビーガンのコンテンツクリエイターが増えてくれた方がやっぱり何ですか、影響力っていうのは大きくなるので、もしそういう不安な面がコンテンツを作ることから遠ざけてるのであれば、まあアンチなんかただただ吠えまくってる犬なので、小さい犬と思ってください。まあ、みんなチワワですね。であなたはまあ狼としましょう。狼別にチワワに吠え返さないですよ。チワワはずっとわーって弱いから吠えてるんですよ。まず弱いから吠えてるから、弱いっていうことを自分から示してるようなもんなんで、そんなもんに構う暇あったらコメント見ずにコンテンツをもっともっと作って有意義な時間を過ごした方が僕はいいと思うんですね。だから何も気にしなくていいです。なんか誹謗中傷を受けたとしても、そんな人たちにあなたの何がわかるんですか。だから気にしないでください。味方は絶対にいます。でこういうアンチの人たちはどれだけ論文を投げかけても話を聞かない人たちなんですよ。だから相手にするだけ時間の無駄なんで、そこを覚えておいてください。ただただ自分が信じるもの道を進んでください。見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。